横浜スタジアムには大観衆が詰めかけています。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番のオースティンが入っています。さあ初球は何か。初球打ち、センター入った、ホームラン、オースティン逆転ツーランホームラン。高々と舞い上がり、横浜スタジアムのスタンドに消えていきました。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。1点リード、試合をひっくり返す。 DeNA ベイスターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、やはりサヨナラ勝ちというのは通常の勝利よりも数倍興奮しますよね。まあそうですね、本当にサヨナラ勝ちぐらい痺れる試合ないですからね。いやー、素晴らしいゲームでした。勝った DeNA ベイスターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。